南部駅は和歌山県日高郡南部町芝にある西日本旅客鉄道規制本線の駅である。南部町の中心駅で特急、黒潮の一部が停車する。また、完売機には臨時停車する特急もある。開業当時の南部駅プラットフォーム、改札口きいた駅が管理する無人駅。短式ホーム一面1線と島式ホーム一面2線。 合計2面3線のホームを持つ地上駅で折り返し可能であるが、南部駅を始発終着とする定期列車はない。短式ホームの1番乗り場側に駅舎があり、島式ホームの2.3番乗り場へは、古線橋で連絡している。古くからの木造河原吹きの駅舎がある。駅前には公衆トイレがある。ワンマン電車は一部の電車を除いては、前の扉しか開かない。 駅舎内に券売機があるが、緑の券売機は今のところ設置されていない。上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。下り本線は1番乗り場、上り本線は3番乗り場。2番乗り場は上下共用の退避線であり、基本的には後続の特急の退避を行う普通列車が入線する。朝の通勤時間帯、学生や通勤客が多いため、 混雑緩和の目的として、朝7時台に平日のみ、東駅始発、木ータ駅までの臨時列車が運行されている。この列車は、木ータ駅から東駅まで改装されて折り返している。ただし、時刻表には掲載されていない。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、全便、デマンド式となっている。タクシー定期便南部駅西本清川 夕方一便ずつ、ありがとうございます。